ーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。エキシビションをお送りします。フリューゲルスがセレッソを迎えてお送りします。スタンドには大小とりどりの旗が揺らめいております。このような素晴らしいスタジアム、プレーできる選手は幸せですね。実況を担当する者も幸せです。フリューゲルスイレブンがピッチに出てきました。白いジャージに青いストライプが映えます。まずは横浜フリューゲルス、スターティングメンバーをご紹介します。服部、デルナンド、バウベル、あと三浦、山口、サンパイオ、札川、前田、大竹、奈良崎。続いてセレッソ大阪、スターティングメンバーをご紹介します。武田二郎、百武、カジノ、神田、木澤、古賀、米倉、古ジョン軍、森島、西澤、クラウジーニョ。さあ、まもなくホイッスルです。画面に向かって左から右へ攻めるのが横浜フリューゲルス、反対に右から左へ攻めるのがセレッソ大阪。さあ、今日もアーティスティックな試合を期待しましょう。ここはカット、これはチャンスだ。さあ、パスのシュート、ゴール。ご覧ください、キーパー及びません。西澤、さあ、ここからフォローが欲しいぞ。フォローが過剰攻撃か、接触プレー、これは痛い。バウベル、中盤でボールを回しています。シュート、ゴールライン割りました。一度見てみましょう。フリューゲルス、ナイスプレス。クラウジーニョ、華麗なパスワーク、シュート、ゴール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 、クラウジーニョ、目の覚めるようなシュート、セレッソ追撃のゴール、声援鳴り止まず、素晴らしいプレー。さあ、もう一度見てみましょう。さあ、1点返して、ここで笛です。前半終了、フリューゲルスリード。
米倉、フェルナンド、シュート、服部、フェルナンド、ゴール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 、フェルナンド決めました。2点目、フリューゲス追加点のゴール、サポーター大喜びでしょう。さあもう一度見てみましょう。前に出して波状攻撃、シュート、西澤、クラウジーニ、いいタッチ、シュート、ゴール前に縦縞のユニフォームが集います。激しいプレーでした。シュート、飛び込んだ、ゴール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 、ハットリ、見事なダイビング、フリューゲス、ダメ押しのゴール、歓喜の渦のサポーターたち。さあもう一度見てみましょう。細かく繋いで、奈良崎、シュート、ゴール、クラウジーニ、華麗なミドルシュートを決めました。さあもう一度見てみましょう。山口、コチョング、いけー、パンチ、シュート、ゴール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 、森島、やりました。セレッソ追撃のゴール、急ぎたい相手チームはがっくりです。さてVTR の用意ができました。奈良崎、反応するも及びません。途中でカット、これです。試合終了、ブリューゲルス勝利です。いやー、それにしても素晴らしいゲームでしたね。サッカーは素晴らしいスポーツです。なお、この試合の模様は今晩7時からの KCE 東京ハットトリックにてダイジェストでお送りいたします。お見逃しのないようにお願いします。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それではサッカーファンの皆さん、またお会いしましょう。 Have a good day!